れ様です。どうも、帰ってきました。広島に、イエイ。ちょっと待ってよ、テロップを書きますので少々お待ちください。テロップテロップ。こんばんは。ちょっと待ってね。ということで、テロップにも書いたのですが、本日は福フェスボリューム3ありがとうございました。イエイ。23みたいになっちゃう。めちゃくちゃに楽しかったです。会場にね、来てくださった皆様本当ありがとうございました。もうほんまに楽しくて、めっちゃあっという間に終わっちゃいました。まあ、STU のステージ1回だけだったっていうか、その30分、私はその30分ステージのみ、 STU48 の30分ステージのみだったので、本当にあっという間で、勝手に四国観光大使とかが勝手に四国観光大使、あと3期研究生ちゃんと、あ、研究生じゃないね、勝手に四国観光大使と、勝手に四国観光大使に所属している3期生ちゃんと、あと奈々さんと安住が同じ奈々さんのステージに、まあ、安住が出演したりとか、いっぱい他のメンバーは出演してたんですけど、そう、私はね、18時から18時半の30分間のみだったので、もうびっくり、びっくり、気づいたらもう私ね、マリンライナーに乗っててびっくりしました、ほんまに。えみたいな、さっきまで会場にいたのに気づいたらもうマリンライナーみたいな、ってぐらい本当にあっという間で楽しかったです。今日はちょっといかつめということで、いかつめ髪の毛やばい、なんかもうめちゃめちゃ恥ずかしい、ハゲハゲみたいな、ハゲてる、ハゲてろーって感じなんですけど、こんばんは。ギフトも読みます。ひなさん、としきさん、まり、ありんこさん、ハート、ジャストミートさん、お疲れ、たこすけさん、レインボースター、ありんこさん、ハート、ゆやさん、お疲れ、エランチさん、たこすけさん、まり、ありんこさん、ハート、エランチさん、ドルマ、伊蔵さん、ハート、ケイヨンさん、まり、オリクさん、ジージー、キズナさん、バラ、タコスケさん、ペンナイト、アスパラさん、マリ、トシキさんもマリ、シンコケさん、ダルマ、シンチさん、スーさん、イズオさん、ハート、タコスケさん、ヨイさん、お疲れ、ヘルムビーゲさん、ハート、カイトさん、かわいい、お疲れ、ヘルムビーゲさん、バラ、ニッシーさん、ララバイさん、マリ、カズボーさん、ハート、ペイちゃん、バラとハート、テネオダギさん、マリ、シンイチさん、アンナちゃん、ありがとう、カズさん、結婚して、スーさん、ダルマ、ありがとう、こんばんは。お、高松から帰りの高速バスから配信みたい、お、ありがとう。楽しかったかな、みんな。かっこいいのもよき、ほんと？かっこいい感じの空好きだ。え、ほんと？嬉しい。2日間ありがとうね。びっくりした。もうほぼほぼど真ん中、なんていうの、空葉の真ん前が多くて緊張して、逆にスーさん、ハートありがとう。かっこいい、空葉ちゃんめっちゃ好き、本当に、やっと、嬉しい。あっという間だ、ありがとう。ちゃんと空がおすすめっていうかね、下下手にいてくださってた、サビも前だったでしょ。そう、今日はメールにはちょっと書いたんですけれども、セットリストでなんとなんと久しぶりに STU 参上をしましてですね、 STU 参上、暗闇、サングラスデイズ、そして
この髪型にしようと思ったのは、マジスカロックンロールだせー、マジスカロックンロールがセットリストに入っていたからです。もうマジスカロックンロールからの、まあ、前回のフクフェスで初めて16人バージョンさせていただいた。6人だったらね、マイカーでやったことあるんですけど、瀬戸セブンからずっとやってたんですけど、マジスカロックンロールからのシェカラシカからのヘタレタチオで最後に出航っていう感じだったんですけど、そうマジスカびっくりした、本当。でもみんなイントロ、それこそリネがリネがセンターでめっちゃマイクスタンド頑張ってたんですよね。もう1分ぐらいマイクつけるの時間かかったんですけど、その時にな、おーみたいになってて、イントロ始まってセリフ言ってゴー、もうすごかったです。めちゃくちゃ盛り上がりがすごくて、からのシェカラシカでもからのヘタ、もうあそこのブロックは皆様の声がもうよりド直球に届いて幸せでした。スーさんだるまありがとう、 A さんバラマリありがとう、嬉しい。そう、そうマジスカロックンロールが下手だったんですよ。で他の曲は上手だったんですよ。 ST30 は上下両方行くのであれだったんですけど、なのでもうどっちをいつもだったらもう圧倒的上手ですとか言えるんだけど、圧倒的上手なんだけど、でも見てほしいやつは下手だからなと思って、そう今日昨日も配信で言ったし、今日メールで書いたんですけど、そうなんと見えないあれで、もうみんな赤と緑のペンライト見えました、ありがとうございます。それこそまひなさんがねオレンジと緑なので見ているからっていうのもあってか、今日はすごく多く見えて、しかもでもソロハウスの方みんな見つけました。ひろさん結婚してありがとう。いやさすが福 P です。スーさんヒロさんハートありがとう。ソラハコール、聞こえました、めっちゃ聞こえた。片賀さん花束ありがとう。マジスカロックンロールだせ、息が出るだけじゃん、ガンなんか飛ばしてたって始まられ帝国さんハートありがとう。会場にいてた人たちのポストを見てるだけで楽しい、もうめちゃくちゃ楽しかったです。そう今回はね、前回のフクフェスは特典会が ST48 自体もあって2グループに分かれて写真グループショットって感じなんですけど、今回はその ST48 はなくて勝手に四国観光大使のみの特典会だったので、もう皆様と直接なんていうの、近い場所でお話とかはできなかったんだけど、めちゃ楽しかった。てか会場も満帆で、大丈夫かみんなってなりました。そう嬉しかった。みんなりゅうちゃんまり帝国さんひろさんハートありがとう。そういつかフクフェスね、ボリューム4も開催されるってなったらもう出れることを願って。ヒロックさんハート、イキアスさん推ししか勝たん、お疲れありがとう。そう今日は前回のフクフェスボリューム2の時は前髪上げたんですよ、ストレートで。それもシェカラシカがあって、あとシェカラシカとリバーがあってかっこいい系だったのでストレートの前髪上げをしたんですけど、今日はマジスカロックンロールとシカラシカがあるということでかっこいい髪型したいと思って、この三つ編みの、見えるかな、三つ編みの編み込みをちょっとね寝ちゃったりとかしたから時間があるから、これご飯作ってもらいました。1、2、3、4、5、ご飯作っていただきました。すごくない、すごくない？5本やる5本
何本がいいって言われて、何本がいいですかねって言って、5本が多いかなって言われて、じゃあ5本でって言って5本作ってもらった。たなたなさんハートありがとう。そうだよ、もう本当にさすがあかりんさん。タスクさんバラハート、かまちゃんハート、ひろさんバラありがとう、編み込み、のみおくんさんレインボースターありがとう、しょうさんハートありがとう、ひろさんハートありがとう、たのよくさんこばありがとう。そう、こうなってました。のみおくんさんまり、キングさんこばん、かまちゃんリサーチャーさんレインボースターありがとう。そうで巻こうかなとか思ったけど、いやこれはほんまにもう超かっこいいに全振り、マジスカロックンロールとシカラシカに全振りしたいと思ってストレートにしました。最高。アンナちゃんハート、ゆうちゃんマリありがとう。福岡楽しかったねえ、超近かった、めちゃ見た嬉しかったよ、目合わせてくれて嬉しかった。キャッサーかっこいい、ありがとう。それこそなんか普段やってるような髪型もいいなと思ったんですよ、まあ、お団子とかポニーテールとかもいいなと思ったんだけど、こういう髪型ってあの STU の花垂公園には似合うか似合わないかって言われたらちょっと違うじゃないですか。ユニットシュアージャーニーだし、かっこいい曲もあるけど、でもなんかちょっと違うな。周年コンサートとかの衣装、カラフルな可愛いやつとか、ソラハは似合わんって感じで、曲に合った髪型をしたいなと思って、ちょっとマジスカロックンロールも初めてシティ48とパフォーマンスさせていただいて、次いつできるのかもわからないし、もしかしたら今日で最初で最後かもしれないから、もうめっちゃかっこいいのがいいと思って、そうした。マジスカロックンロール、出せ気が出るわけじゃ、だんだん角出してた、空は篠田麻里子さんポジをさせていただきました。A メロとか B メロは真ん中の下手の後ろ側で踊ってるんですけど、サビは下手の1列目で踊らせていただいて、超なんかカッコつけたカッコつけた、こうなりました。超かっこつけた。かっこよかったかわかんないけど、めっちゃかっこつけた。超ノリノリだったよ。こんばんは。コキンさんハート、キングさん5番、アンナちゃんかっこいい、ありがとう。めっちゃかっこいい、嬉しい。出てきた時すぐに編み込みしてる時って、そう髪の毛をね、みんな気づいてくれた、いい感じの髪の毛、フェスならではって。そうなんですよ。でもね、それこそメールどんな髪型かお楽しみにみたいな書いてたんですけど、あかりさんが X に写真を上げてくださって、ありちゃんさんと一緒にうどんを食べてるお写真を、だから衣装もその時にバレちゃったし髪型もバレちゃって、そうそれをしかも引用しちゃったから、すぐに嬉しくて、なんか髪型とかステージに立つまで楽しみにしてくださった方に対して申し訳ないってなったけど、でももううどんの写真、うどんとの写真をあかりさんが上げてくださったのが嬉しすぎて、すぐ引用しちゃったこんばんは。こういうかっこいい系ソラハも
好きになってください。たまにっていうか定期的にちょっとイケメンになりたい時期が来るので、今日はまあ曲もあったしちょっとイケメンになりたかった。みんなにイケメン惚れるって男性の方もよく言うやん、女の顔、女なんか女性の方が女の顔になるみたいな、男性の方もソラハのことかっこよすぎて女の顔になるみたいな、ってぐらいちょっと頑張ってかっこよくなるね。あのかっこいい系するときは、次いつか分かんないけど男性にも惚れられる、そら男性の方も女の顔になっちゃうぐらいのイケメンで いくるね今日のサトルめっちゃ良かったね、めっ本当に最高でした、もう神、さすがあかりんさん、全部全部大好き、ありがとう、203ハートありがとう、キングさんこもありがとう、 STU48 ドラフト3期生のシナノソラハです、21歳、兵庫県出身です。今日は福フェスボリューム3ありがとうございました、もう楽しかったです。でね、そのメイクしてる時にナナさんと、ちょうど私が何人かグループで、あのメイク室と、メイク室っていうか会場と、なんか会場と楽屋待機場所が違うくて、今回はそのステージがもうシンプルに会場が2つあったし、バンドさんだったりアイドルさんだったり人が今日はすごいめちゃくちゃ多かったので、会場と会場2つで待機部屋っていうか楽屋みたいな合計3つあったんですけど、そのずっと待機してたところからメイク室があるその会場に向かおうとしてたら、ちょうど奈々さんいらっしゃって、その奈々さんとお久しぶりですみたいな話して、まあでも歌唱力ナンバーワン決定戦の決勝大会ぶりだったんですけど、お話しして、私がメイク入ってこれあの三つ編み、この編み込みか、編み込み5本でお願いしますって言ったら、えめっちゃ似合うって言ってくださって嬉しいってなったんですよね。でめちゃくちゃほんまに褒めてくださって、あのでちょうど私はそのなんていう、ただかっこいいといえばこういうのかな、この髪型かなって思ってこの髪型をしたんですけど、え激辛じゃんみたいな、超激辛って言われて、松井玲奈さんじゃん、えてかめっちゃ似てるみたいな言っていただいて、なんか結構ありがたいことに初期の頃は松井玲奈さんに似てるって言っていただくこと多くて、まあ、ゆうかちゃんとかにもすごい言っていただいてたんだけど、だ成長するたんびになんかあの言われなくなっちゃってだったんですけど、そうしかもメイクさんにも言っていただいて、でえっってなって嘘やんと思って調べたら、そう松井玲奈さんもその激辛、松井玲奈さん激辛なんですけど、この髪型だったんですよ、この、なんていうんですか、この、これ、ね、顔も似てるのに髪一緒にしたらもう松井玲奈ちゃん、松井玲奈さんじゃんみたいな言っていただいて、いや違うんですけどね、松井玲奈さんではないんですよ、シナノさんなんですけど、そう言っていただいて嬉しかった。こんな感じの髪型だったんですよ、あの、上げてるっていうか作ってる系の、嬉しかった。メイクさんにも言っていただいたし、ナナさんにも言っていただけて嬉しい。え、そうなんです。え、激辛、え、そう激辛の真似をしたわけじゃないんですけど、もう昨日の夜からもうこれにしようと思ってたんですよ。かっこいい、もうかっこいいに全振りしたいから、もうこれにしようと思ってたんだけど、もうまさかのまさかの、そう偶然だったの。わざとじゃない、わざとってか、考えてっていうかこう調べてとかじゃなくて、だからびっくりしてうえーと思って調べて
あの言われて、うわほんまやってなって嬉しかった。なんか勝手に運命感じた。キングさん小判ありがとう。そう激辛に見えた。嬉しい。みーさんマリありがとう、ありがとう。こちらこそ。コロコロさんハート、キングさん小判ありがとう。モビさんハートたくさん、釣り吉さん花束、ミロさんマリありがとう、持ち肌さんハートありがとう。マジスカ、でもマジスカロックンロール、それこそ瀬戸セブンが公演始まるみたいになった時にセットリストに入れるか入れないかとか、それこそマイカーになった時に新生マイカーの時にそれこそ入れるか入れないかみたいな、実はなってた楽曲だったんですよね。だからやっとやっとできたって感じです。念願マジスカロックンロール嬉しかった。お父さんバラありがとう。偶然激辛、そうなのよ。そうナナさん、そう STU のねライブ見るよって言って、そう見てくださってさよならしました。ナナさんに会えた。私先月7月末も歌唱力ナンバーワン決定戦の時に、決勝大会の時に実はお会いしていたので、ナナさんもね見に来てらっしゃって、お会いしてその時お写真も撮ってたし喋ってたし、1ヶ月後の福フェスで会えたらいいねみたいな、会おうねみたいな、よろしくだよって、心細いからマジでよろしくだよって、ね、お話ししてたので会えて、しかも STU と奈々さんの楽屋一緒だったんですよ。奈々さんの X 見てくださった方分かると思うんだけど、一緒だった。ありがとう。 TT さんハート、ブラピーさん結婚して、中さんマリありがとう。ちょっと待って、マジスカロックンロール出せ出せ、気がてろだけじゃん。TT さんハート、めっちゃパワースポットさん、だるま、キングさん小判ありがとう。いや奈々さん本当になんかもう顔がもうなんか美しいとかっこいいを兼ね備えてるプラス、もう本当にいい香りで、もうびっくりしました。やっぱすげえってなった。嬉しい、乗せてくださってるの嬉しい。こんばんは。でね、奈々さんからね先ほど許可をいただいて、写真を載せてもいいということだったので、写真を載せちゃいます。インスタストーリーに、インスタストーリーに今から載せちゃいます。ナナさんとのツーショット、40分に載せよっかな。そう、みんなに見せちゃう。ちゃんと許可得れましたので、インスタストーリーに載せてハイライトに残しちゃいます。えへへ。そう、しかも2枚、なんかなんていうのこれ、レイアウト、レイアウトして2枚載せます。もうナナさんはね、ステージが終わった後だったので衣装じゃなくてね、悔しいんですけど、
さんとの写真をタグ付けしよう、タグ付け、アットマーク3加田奈々さん、加田奈々さん、日の光さん、ハート、タカさんお疲れ、ありがとう。そらちゃん、インスタで忘れてた。あ、そうです、遠いです、遠かったですよね、マスうどんさん。そう、でも行ってくださっている方いて嬉しかった。またの機会にぜひ行ってみてください。愛知のひろゆきさん、ハート、しんいちさん、だるまありがとう。守りたいこの笑顔ありがとう、嬉しい。でも本当に昨日今日2日間香川県でパフォーマンスができて、昨日はね花は誰のもの公演、そして今日は福フェスと、本当に楽しかったです。うどんも食べたし、あといろいろ食べちゃった。今日いっぱい食べちゃった、聞いてください。いや、食べちゃいました、本当にごめんなさい。食べました、いっぱい食べました。どんなに食べたかっていうと、まず朝なんか朝食、白ご飯となんかちっちゃい魚やとサラダを食べたんですよ。で会場ついて、今日7時間待機あったんですよ。まあメイクとか着替えもあったけど、7時間、だからほぼ5、6時間は、5時間半とかはもうずっと待機だったんですよ。だからみんなでケータリング行ったりとかして食べてたんだけど、朝に朝活でパン屋さん行ったんですけど、パン屋さんで買ったなんかソーセージのパン食べて、3時ぐらいにうどん食べて、ちくわ天と鶏天乗っけてうどん食べて、でね、何食べたっけね、さっきクロワッサン食べた、帰りクロワッサン食べた、クロワッサン、あの買ったやつ、今日インスタストーリーに載せたやつです。ちょっと待ってよ、見て、まだ見ていない方はぜひとも見ていただきたいんですけど、どれだ、これお昼にソーセージのパン食べて、帰りクロワッサン食べた、美味しかったです。なんかクロワッサン大きかったのにお安くて最高すぎました。ねえ、あとはあ、それこそすだちでキュンのね、あの野口さんとかが来てくださっていたので、徳島のお土産があって、徳島のナルト金時パイっていうのがあって、私ああいうねパイ生地大好きで、3枚も食べてた。こんな、こんな感じのやつ、デカデカサイズじゃなくてミニサイズの、インスタストーリー乗っけた、インスタストーリー乗っけたよ。一口サイズ、いや3口ぐらい。あ、そう、あかりんさんがそう X に載せてくださってたのは、あれは鶏天です。鶏天、
そうなるとキンときばーい。この前徳島の髪型、お揃いを胃袋した。かずきさんハートありがとう。そうもうね、食べることしかなかったんですよ。もうなんか眠たくなくなっちゃって食べることばかりしてた。ソラハが食べた時には売り切れです。やっぱ人気商品なんだ。他のも美味しかった。何食べたのか、またもしよかったら教えてください。クロワッサンも激うまうまでした。キングさんコバありがとう。で夜ご飯、はさっき買って帰ってきたんだけど、コンビニで野菜スティックと炙りしめ鯖を買いました。あだけかな。あとカリカリ梅、セブンイレブンのカリカリ梅一つとキャラメルポップコーン一つもらいましたぐらいな気がする。あ、でもそんなにソラハ今日食べてない。パン2個食べて、うどんも食べたし、朝ご飯も白ご飯も食べた。でも朝よそな白ご飯って言ってもちょっとだけだったし、うどん食べるって思ってたから、だからそんな食べてないけど。どうしよう、明日体重計乗るの怖いな。ドキドキしちゃう。帰りに高速バス乗る前にお土産買えた。あ、骨付き味、骨付き鶏味のせんべいとうどん買った。いいね、せんべい絶対美味しいじゃん。しんちさんハートありがとう。昨日かな。そう、昨日船から降りた僕たちはで、ね、うどんポーズしました。ちゃんと見てくださってる、嬉しい。タコライスお昼だった。いいな。みんな香川来てくださった方、食べたものとか行ったところとか観光したとことか、ハッシュタグシナノソラハとかハッシュタグソラ通信をつけて待ってます。お疲れ様です。みんな23時から七並べしましょう。ちょっと全然昨日と今日七並べできてなくて汗なので、一緒に23時から並べよう。時間合わせて並べよう。うどん、でもそらもうお土産買いました。もうなんかね、もう駅に着いたらもうほんまにもうほぼ乗らんといけんみたいな時間で、いやそれは嘘、めっちゃ持ったけど、なんかもう乗らないといけない時間だったから、もううどんだけは絶対に買いたくて、でも前回買ったお土産のうどんじゃないうどんがいいなと思って見てたら、私がね、その前回うどん買った時はマジのオープンしてすぐぐらいの、お土産ショップがオープンしてすぐだったから、その売り切れ、なんか人気っていうかね、やっぱ売り切れ率が多いところが、まあ、人気なのかなって勝手にね思ってしまっているから、もう良くないんですけど、自分で食べてみてからにしろって感じなんですけど。でだから私は一番表に出てるやつにしたんですよ。でパッケージもなんか高松駅限定だったうどんにしたんですけど、今日お土産ショップ行ったらもうなんかほぼなくて、表に出てるうどんが。でその中でも一番特に売れてたであろうさぬきうどん本場生四国さぬきつゆつきって書いてて、こちらを購入しました。これは11月1日までだって。520g、 あ違う、麺 200g かける2ってことは、つゆのグラムも含まれてるのか。 200g かける2ってことはさ、100g ずつで誰かと一緒に食べたりとかした方がいいのかな。生うどんです。前回買ったやつも生うどんだったんですけど、わかるかな、めっちゃなんか粉とかもついてるんですよ。そうお土産買えてめっちゃ良かった。500円ぐらいでした。
麺 200g で500、わかんないけど、でも生でさぬき嬉しい、めちゃくちゃに嬉しい。本品は良質の小麦粉を使用し、さぬきうどん独特のコシとさぬきの風味を生かしております。ぜひご賞味くださいって書いてある。ご賞味させていただきます。日の出製麺所、ね、ほんまにめちゃくちゃ売れてるやつにしました。何人前とかは書いてないんだけど、楽しみです、食べるのが。みんなもまだそれこそ香川に いらっしゃる方はね、お泊まりで明日帰るって方はぜひゲットしてみてね。え、わかる。骨付き鶏は今回食べれなかった。食べたいね。それこそ昨日の花だれ公演出演して、今日の福フェスに出演しないメンバーはなんか夜ご飯めんなんか行ったらしいんですけど、私たちはリハーサルがあったので行けなかったんですけど、骨付き鶏食べてるメンバー結構いて羨ましいってなった。キングさん、こばありがとう。お土産買えてよかった、マジでよかったです。生うどん、おしめんツーショット、日の出製麺所。そう、もう香川うどん、うどん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 、日の出製麺所は間違いないです。本当、日の出製麺、日の出製麺のうどん美味しい。みんなが美味しいって言ってるってことはもう信じられないぐらい美味しいってことだ。超有名店。スーさん、レインボースター、日立さん、ごさん、かわいい。キングさん、コバありがとう。お店いつも行列できてる。そうなんだ。生醤油うどんで食べるうどんの風味がわかる。わかる。そう、今回生醤油じゃなくてぶっかけにしちゃったんですけど、前回と一緒で、瀬戸内、それこそ7周年ツアーの時に、あ、生醤油っていうの、これ生かと思った、生醤油でとかかと思った、生醤油っていうのね。あの7周年ツアーで香川に来させていただいた時もと同じうどん屋さんだったんですけど、同じぶっかけの冷やしにしたんですけど、スープ、なんか梅雨っていう、なんていうんですかあれ、うどんが使ってない、梅雨入ってるけどそんな使ってない系のあれで、昼の1時間しか営業しない有名店。そうなん、これね、なんか写真撮ったんだよね。創業昭和5年日の出製麺所。めっちゃなんかこの並んでるらしい。今日行ったうどん屋の釜バターうどん、なんだそれは、なんだの、美味しいに決まってる。バターだなんて、もうそんなの優勝決定です。優勝決定。昭和5年、そう、やばいよね、相当だよ、めちゃめちゃ長い。タカさん、ハートありがとう。そう、ぜひ明日帰るよって方はぜひチェックしてみて、楽しみ食べるの。スケさん、ハートありがとう。みんなインスタストーリー、ナナさんとのツーショット見てね、投稿したので見てね。
これをハイライトに私は残します。今日は昨日と今日でやりきりました。もう、あ、休息時間、それこそ昨日買っていったんですよね。広島出発する前に買っていったんですけど、買っていって息もつけて、今日の朝もつけてたんですけど、終わった後にっていうか差し入れで、休息時間じゃなかったんだけど、休息時間っぽいのがいただいて、ずっとつけてたんだけどね、もうなんか効果多分ゼロになったってぐらいめちゃめちゃカピカピ。でもなんか楽になった気がする。結構まだ筋肉痛が昨日からちょっと筋肉痛が 100% なったわけじゃないですけど、でもやっぱりね、踊ってる時って本当にその昨日みんなと話してたアドレナリンが出て、マジで痛くなかったんですよ。今は痛いんだけどね、足の付け根がもう痛い。ふくらはぎとか横、ふくらはぎは治ったんだけど、横っ腹と付け根が痛すぎて大変なんだけど、それこそ今日スタンディングだったので、しかも人がねたくさんいらっしゃって暑かったと思うから、まあ、熱中症とかね、ご飯いっぱい食べて、あとみんなも休息時間張ってしっかり休ませて、ね、体の癒しをお届けしましょう。あとね、昨日新商品って書いてて、私も確かに初めて見たんですけど、これ昨日バセと夜お菓子パーティーした時に食べたやつなんですけど、このチップスターのエビポテト、うまうまでした。これうまうまでしたよ。これ美味しすぎて買っちゃいました。なんかいっぱい粉がついてました。それこそだからすごい味がすんごいついてました。これおすすめ。なんか私最近おすすめ、みんなになんかおすすめの食べ物ばっかり紹介しててやばいんですけど、めっちゃ美味しそう。いや、美味しそうっていうかめっちゃ美味しかったです。どんな味だろうと思って気になって食べてみたら、もうはい美味しいですってなりました。おすすめ、めちゃんこおすすめ。昨日出会って、まあ今日まだ食べてないんだけど、これ朝買って、それこそ待機時間が長かったから、その間に食べようかなって思ったんだけど食べなかった。買った。えらい。そう、昨日コンビニ行ったら新商品札入ってたから、新商品なのかもしれない。ありがとう。天玉マン。ありがとう。うわー。アイス。アイス。タカさんハートありがとう。みんなは今日何してましたか。まあ特別に来てくださってたこともいると思うけど、今日はみんな何してたんですか。タカさんラブレターありがとう。みんなの情報気になる。お仕事してた方もいると思うし、なんかお出かけとかスポーツ観戦とか、お家で寝てたかとか、なんか知ったみたいな、もしあったら教えて。そらはフクフェスに出てた。フクフェスに出てました。うわ、お仕事中。普通に仕事しました。いやー、みんなそう、まあそうだよね、土曜日でもお仕事されてる方多いもんね。フクフェスに行ってました。見つけました。働いてました。偉いです。もう普通に仕事ってもう普通じゃないよ。もう偉いです。
あ、そうだ、はい、どうぞ。え、なんだっけこれ、クリスタルみたいな、クリスタルクマ2024タマ、ありがとう。クリスタルクマ、あ、クリスタルクマ2024、ありがとう。ひたすらパソコンとにらめっこ。何をしていたんだろう、パソコンとにらめっこして。勝ったかな、勝ってたらいいな。勝ち負けがあるやつか知らんけど、勝ち負けがあるやつだったら勝ってたらいいな。福フェス行ってきた、どうでしたか。お仕事偉すぎます、本当に。うどん食べた、パフェ食べて、福フェス行って、直太と打ち上げした。最高。空のことも話してくれた。パフェ美味しそうすぎた、プリンの買ってて美味しいの確定してた。あ、お昼はうどん屋さんはしごして、うわ、うどんフェスティバルだった。え、あとで X か載せてほしいな、待ってる。え、お買い物行って5000円のスニーカーを1000円でゲットって、やば、5分の1やん、安すぎる。キングさん、コバありがとう。お買い物上手やね、めちゃめちゃお買い物上手。カイトさん、ちょっとタワーのお礼を書かせていただきます。真剣モードクスタルクマ2024タワー、こんばんは、かよ。カキカキ、ごめんね。スーさん、レインボースターありがとう。どうしようかな。サイン、ちょっと待ってよ。今日は2024の9月7日。とソラちゃんの兵庫での鍵穴のこと覚えて話して、嬉しい、いっぱい話してくれて嬉しい、 STU も見てくれてて嬉しい。優しい方の、優しい人の前には優しい方が集まる、自然と。最高。
ってよ。一言書くね、プラスで。見てよ。はい。カイトさん、クリスタル、カイトさん、クリスタルクマ2024タワーありがとうございます。そしてハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。お誕生日当日に会えて嬉しかったです。今日もペンライト赤緑赤緑見えました。2列目ぐらいにいたよね、下手のすぐ見つけたよ、ありがとう。嬉しい、好きな人に会えて嬉しかったかな。でも最近はちょっとこの名前の横にもあるんですけど、ちょっと怪しいので、いちごちゃんみたいな怪しいので、たんおしって書きましたありがとう。そしておめでとう。ありがとう。キングさんこんばんは、ありがとう。いいね、お誕生日当日にさ会えるっていいよね。推しに会える、推しって思って書いてるから、推しに会えるって嬉しい。タワーもありがたい。私のルームにはその誕生日にタワーっていう、なんていうの、ソラハが誕生日の時はタワーくださる方いらっしゃって嬉しいんだけど、皆様の誕生日の時に皆様が逆にタワーを立ててくださるっていう文化はないから、ありがたい。逆にそんなタワーも立つこともそんなないから嬉しい、ありがとう。しかもこのクリスタルクマさ、クリスタルなんか水色やからさ、ちょっと STU 感あって嬉しいね。ありがとう。こんばんは。それはもうお誕生日に会えて、お誕生日当日に皆様に会えて嬉しかった。来年も何かあるといいな。3年連続会ったから、皆様にお会いできたから。ではみんな一緒に七並びはしませんか。じゃあ七並べ、本日1回目は5分45秒から5分45秒、今こんな感じです。5分45秒からしましょう。1分後。よっさん、反対が7-7全然できてなかったから、ちょっとやりましょう。みんな昨日も配信やってたけどね、ちょっと喋っててできなかったから、5分45秒七並びしよう。私はみんなに忖度をしない最悪マンなんですけど、正々堂々本気で戦いましょう。キングさんありがとう。5番、本日2本目のこいっちゃ。それこそなんか X に回ってきました。おなんか体にいい成分が入ってるお茶リストみたいなのが、めっちゃバズってて回ってきました。綾鷹のこう濃ゆそうなお茶はリストにあったけど、この多いお茶の濃い茶はなかった。なんでだろう。いろんなお茶飲んでみよう。ずんどころベロンチョさん、ゆうやさん、としきさん、お願いします。今日は一人でも多くの方にと対戦する、空法師の方とみんなが、だからそれこそメンバーは5時から12時までしか並べられなくて、私が一番活発になる12時以降がね並べないのは悔しいんですけど、だから残りあと50分ぐらいみんなと並びちゃおう。
明日はね、オフなんですけど、頑張ってちょびっとだけ早起きしてお出かけに行こうかな。なんか買い物欲しいものはほんとないけど、なんか私家にいたらちょっと嫌になっちゃうんですよね。とか言っても筋肉痛なんだから安静にしときなさいって話なんですけど、とは別なんですよ。休みの日は本当に相当なんかもう体がやばいってなってないと、もうなんか熱が出るとかじゃない限り、お家にから出たい欲すごいマンだから、どっかなんかしちゃおうかな。ご飯食べに行ったりとかしたい。ダイエットだって言ってんのにダイエットだって言ってんのに。高森さんハートありがとう。筋肉痛はじっとしているより、あ、適度な運動がいいな。あ、そうなんだ。確かにちょっと歩くウォーキング、もう私の言うウォーキングはもうね、1万歩は余裕で歩いちゃうからね。2万歩とか歩いちゃうから。続きましては8分45秒からしよう。8分45秒。かいさん、こばありがとう。こい茶を一緒にこい茶飲みながら並べよう。それもこい茶片手に七並べ。45秒から。なんか急に左鼻詰まった。あ、そう、めっちゃ今思い出した。そう、今日インスタストーリーも投稿したんですけど、今日は9月7日ということで、インスタグラムの投稿の方もしました。解散だるまありがとう。今回は先日食べた二郎系ラーメンのクスクスラーメン横川店めっちゃ前ってか6月ぐらいに行ったやつ、投稿できてなかったので投稿しました。ラーメン、なんか結構あっさりめでした、スープが。いや、私が油あんまりマシマシにしてないからかもしんないんだけど、味もスープの味もなんか若干薄めで、ガッツガッツじゃないから、あとなんか自分で唱える系じゃなくて、食券に丸とか記入する系なんですよ。丸入れる系だから、こう二郎系行ったことなくて、ああいう唱えたりとかするのが難しいってなって二郎系に挑戦できてない方もめっちゃ挑戦しやすい。味もそうだし、こう言わなくていいし、ウェーイとかなんか、うん、っていう人たちじゃないので大丈夫だと思います。昔ね、それこそ南区にあったクスクスラーメン、今も南区にあるのかな、そっちはまいちゃんとめっちゃ昔2021年とかも、本当に私がなんか顔パンパンすぎだろうみたいな時期に行ったことがあるんですけど、横川店はね今年初めて行きました。ゆうずいさん、りんたろうさん、天然うなぎさん、ありがとうございました。七並び、夢を語れ、夢を語れもやばいよね。夢を語れ、私シャドチャレのロケでココアさんとマリーナさんとヒッピーさんと行きました。続きましては11分45秒。今日45秒にしようかな。11分45秒。ねえ、間違えた、入っちゃった、嘘、11分45秒、嘘、間違えて入っちゃった。ねえ、間違えて入っちゃった。45秒とか言ってたのにさ、間違えて入っちゃった。みんなしちゃダメだよ、してもすらいない。起きれたら明日行きたい。聖地巡礼、なんかソラハのグッズないかな。聖地巡礼、ソラハのグッズともにないか、まだ。
ゲットしてほしいな。握手だとかこうやって持って中に入れたらダメだけど、後でチェック、ぜひぜひチェックしてください。いいねとかコメントも待ってます。配信終わったら見に行っちゃおう。インスタグラムすぐ飛びに行く。あと、福フェスのケータリングのお写真と、福フェスありがとうございましたと奈々さんとのツーショット写真を2枚インスタストーリーに投稿してるので、ぜひ見てください。カイさんハートありがとう。タイさんありがとう。ごめんね、タカさんハートありがとう。七並べありがとう。ぜひ推しメンにぜひ推しメンに待ってます。推しメン登録シュワージャーネ嬉しい。シュワージャーネも2年前ぐらいになるのか、嬉しい。いっぱいみんなソラハの聖地巡礼してください。あのインスタグラムはね、他のメンバーさんはこう写真、自分のお顔のお写真とか投稿してるんですけど、私は自分のお顔の写真は一旦最後、5枚写真を投稿したら5枚目に投稿してる感じで、もうほぼご飯とメニューって感じのインスタグラムなんですけど、アイドルらしいからのとか、アイドルっぽくないアカウントだけど、みんなフォロー待ってます。続きましては、ちょっと崩れてしまったので、14分ジャスト14分00秒からします。14分00秒、14秒00 14分00。お話し会でもらったやつ財布に入れて持っていきます。あ、嬉しい。ソラハとともにすすってください。ありがとう。あのソラハも何分って言ったか忘れちゃうことあるから、コメントに書いてくださるの嬉しい。現金のみって書いてくれてるのめっちゃ助かります。おー嬉しい、ありがとう。そういうのを目指してます。全員それ欲しい。ユーマさん、今日はエランツさん、カイトさんお願いします。こう私がそれこそインスタグラムを始めて、何をにするっていうマネージャーさんと相談の時に、なんかそれこそ服とか好きだからと服とか投稿したいってなったけど、でもそれだったら他のメンバーさんと一緒だってなって、なんか違うのをしたいってなって、じゃあグルメとかはどうってなって、他の48グループさんとか、まあ他のそのマジのグルメアカウントの方とかいらっしゃって、そこまでのいろんな、なんか本当にもうすごいです、もうオープンしたらすぐ行きますみたいな感じではないんですけど、結構やっぱりいろんな、なんていうんですか、県から公演とか見に来てくださる方が多くて、広島に来てくださる方が多いので、公演が終わった後とか公演の前にとかで、ご飯とかランチとか、まあアフタヌーンティー、アフタヌーンティーだからカフェとか、こうなんかできる場所を知らない方もいらっしゃると思うから、ちょっとなんか参考になればなと思って、で私がそれこそインスタグラムを見てた時に、あのメニュー表とか何が食べれるのか、そこででどのぐらいの価格なのかっていうのをすごい気になっちゃって、もちろん現品のお写真はもちろんそうなんですけど、メニューとお値段とか気になって、あとそれこそ例えばもう今の時代やっぱキャッシュレスが主だから、キャッシュレスいけるかなと思って、現金あんまり下ろさずに行ったら現金しか無理でいけないみたいなこともあったりとかするから、 そういうのも大事だなと思って、自分的に自分があったら嬉しいなっていうのを載せてます。
続きまして17分45秒からします。17分45秒、それこそ住所とかは、まあ、店名を Google マップとか、まあ、マップで入れたら、まあ、出てくるとは思うんですけど、書いたり、まあ、電話番号もあんまり予約とかね、そんな電話もしないと思うけど、まあ、基本的な情報として、あと定休日とか、それこそ丸々駅から徒歩何分とか書こうかなと思ったんだけど、ってなったらめちゃくちゃなんかすごいことになりそうだなと思って、それもマネージャーさんと相談して、車で来てくる方もいらっしゃると思うから駐車場ありなしもいい、どうしようってなったけど、それは大丈夫じゃないかなってなって、それこそ広島に来てくださってる方とかはやっぱり車があんまないと思うので、広島在住の方はね車で来られるかもだけどと思って、いろいろ思って安全の情報を書いてます。萌えさんハートありがとう。ニンニク入れちゃうので、ソラハに会った後か会わない日にすすりに行くね。そうだね、そう、私はね普段ニンニク入れないですね、あまり。イナッチさん、プチさん、よらともさん、お願いします。そう、ニンニクは本当はなしにしたかったんですけど、ちょっとなんかニンニク、それこそインスタ投稿するときにニンニクなしって書いたら、なんか二郎ラーメン好きって言ってるのにニンニク入れないのとか言われたらどうしようと思って、ちょっと少なめにした。ソラハグルメ、ソラハグルメ、ソラハのインスタ見てマスうどんさんで天かすとネギ入れ忘れてたの気づいた。おなるほどね、嬉しい、ちゃんとチェックしてくれて。でもね、あそこ最後の最後だから分かんないよね、あの席行く前に気づけたかと。練習の時のグルメ情報確か本当に、まあ、それもそうだけどね、それこそ兵庫県出身メンバーでもあるので、兵庫帰った時はできるだけそのインスタグラムとかで紹介できるようなお店行ってて、まだね兵庫でね紹介できてないグルメたくさんあるんですよ。投稿するので待っててください。待ってて。ブログだと別にメモらないと見直すの大変だったから、あ、そう、インスタグラム投稿してる。早速 Google マップにチェック入れた。嬉しい。ぜひ横川駅はね、横川駅から本当に徒歩5分ぐらいだったので、それこそ広島駅来て路面でも JR でも行けると思います。続きましては20分45秒。タカさんハートありがとう。広島行くときはネット検索せずにソラハのインスタ見せます。嬉しい。でもね、私10日に1回しか、それこそ10日投稿しないんですよ。7がつく日に投稿するようにちょっと決めたんですけど、初めはインスタグラムを始めて1ヶ月は1週間に2回とかそのぐらいのペースだったんですけど、あんまりそんなにご飯も大量にいけるわけではないので、7がつく日に投稿してるんだけど、みんなに追い抜かれるというか、もう みんないっぱい行ってくれるからね、それこそいっぱい広島に来てくださるから、もう早くもっと紹介してって方いると思うんだけど、待ってて待ってて待ってて。ソラハのインスタ助かる。嬉しい。今もそう、面白かった、嬉しい。見てくださった、たらいこぎ大会、もうドキドキだったよ。カズさん、道秀さん、ゆうまさん、お願いします。お、ナイトクルージングの次の日すでに狙ってる。お、19日ですね。あん19日だうん22日だ。焼肉丼10番めっちゃ美味しかった、嬉しい。じゃあ推し麺に昇格かな嬉しいな、目合わせてくれたりするの嬉しい。空がかまってちゃんをしてるのに対応してくれてて嬉しい。
コナカちゃんハートありがとう。インスタグラムはめっちゃ私フォロワーとかいいね率とかインセンティブとかめっちゃめちゃ見ちゃうのね。フォローしてくださった方がどういう方をフォローしてるのか、結構グルメアカウントとかをフォローしてる方がフォローしてくださって、もちろんね48グループとかアイドルを好きで応援してくださっている方がフォローしてくださってるのもかもいるんですけど、やっぱグルメアカウントをフォローしてる方からフォローとか来たりいいねとかが来るとめちゃくちゃに嬉しい。グルメアカウントとしてできてると思って嬉しい。続きましては23分45秒にしよう。23分45秒、もっといろんなところ行ってみんなに紹介できるように頑張る。インスタストーリーはね毎日上げてるのでそれも見てください。対戦ありがとう。やばい、マジスカルカロンで正義が出るだけだ、ガンダンガードバシュッとって立ちまったね。やばい、自分でラーメンの話してたからお腹空いてきた。でも配信が終わったらもう夜、もう日付変わったら私は夜中だと思ってるんですけど、夜中配信終わったら野菜スティックを食べます。でも野菜です、野菜です、野菜です。野菜スティックと炙りしめ鯖のお刺身みたいなやつ、セブンイレブンで買ったやつ食べます。米じゃないので許してほしい。みんなお米とかパンとかじゃないので許してほしい。野菜スティックと炙りしめさん食べる。ゆうたろうさん、のんたさん、じゅんさん、お願いします。ほんとにやばいよ、生誕祭まである、頑張ってやさるよ。もうなんかもうね食べ過ぎてるから。でもね本当にね1日1回それこそ朝そのホテルの朝食で野菜取ったりとか野菜食べたりとか、今日野菜買って帰ってきたりとか、1日1回は絶対にそうベジタブルを摂取しようとしてる。だから明日も頑張る、ベジタブル摂取で。マジで今日の朝体重計乗らなかったじゃなくても体重計はさすがに香川県には持っていけなくて乗れてないので、明日の朝が体重が怖いんですけど、もうビクビクビル。明後日の朝、おとといの朝からどう体重が変動してるのか。今日でもうどん食べちゃったからな、パンも2個食べちゃったし、でもクロワッサンも朝食べたイタリアンドッグもなんかもう美味しくて、なんていうか空気みたいだったし、あまりカロリーとして摂取されてないかなみたいな勝手に思ってるんですけど、パンが一番危ないって言うからね、お腹いっぱいにならないのにカロリーとか糖質高いから太っていっちゃう。ドキドキよ。もそうだよ、パンをねもう本当に空気だからもあれ。でもね取っちゃうかもしんない。しんいちさんハートありがとう。そう、空気なら大丈夫と思っていっぱい食べたらいつの間にか空気じゃないんですよね。続きましては26分45秒からしよう。明日載せてたパン屋さん見に行ってみる。お、ぜひ。そうでね、今日載せたパン屋さんなんか朝だったらセールみたいなの書いてて、それこそ私が食べたイタリアンドッグは朝の時間だけ
なんか20円引きでした。20円引きって書いてました。20円引き。キングさんバラありがとう。安かったです。クロワッサン120円ぐらいで、イタリアンドッグが200円ぐらいだった気がする。真空圏さん、ザキヤマさん、この先生さん、お願いします。そう、種類めちゃめちゃありました。ウインナー、私ウインナーのパンめっちゃ大好きなんですけど、ウインナーのパンいっぱいあったよ。日によって違うのかな、わかんないんだけど。そう、朝何時までかちょっとね、写真撮ったかな、書いてたのかな。そう、ちょっと待ってね、この今の七並べの対戦終わったら写真撮ってるから、ちょっとおし、あの言いますね、何時までがあれなのか。ジロさん結婚してありがとう。キングさんバラありがとう。それこそインスタグラムに投稿したいなと思って、そう、本当はね今日それこそあの朝一に投稿したかったんだけど、福フェス始まっちゃって本投稿するのは良くないかなと思って、そうで、もう夜ってなったら、福フェス終わった後ってなったら夜だから、広島のご飯屋さんでいいかと思って。うわ、香川県のまたグルメ紹介するね、本投稿に。ストーリーにはね投稿したんだけど、あ、そういうこと、焼きたての美味しいのを食べてほしいからあえて安くしてるのかな、どうなんだろう、ちょっと待ってね、見てみる。続きましては29分45秒からします。29分45秒。待てよ、七並べのもう対戦できる準備をして、パン屋さんは朝行ったので、あと30秒、あ違うわ、あ書いてない、モーニングセール。このコーナーは全品本体価格より30円引きお値引きさせていただきます。そう、このぐらいありました今日は。結構ありました、カレーパンとか。なんで安くなってるのかは書いていない、アカウント、インスタグラムのアカウントに書いてるのかな。カズさん、まっちゃん、アスパラさん、お願いします。やばー、お腹すいたー、早く野菜スティック食べたーい。なんかね、それこそ今回のフェストハレさん、いつもの会場と違うから、こう声の開始がこういつもの感じと違くてね、めっちゃ歌がどん自分がどんな声で歌ってるのかがめっちゃ分かんなかったんですよね。だから今日もう聞こえないから、その他のメンバーさんのは聞こえるんだけど、自分の歌声が分からないから、めっちゃ歌っちゃったのね。だからめちゃくちゃもう音痴な声がもう響いてた確率10000%なんだけど、無事だったらいいな。マジでね、本当にね、もう歌いすぎちゃった。
やばいです。歌いすぎた。みんなありがとう、七並べしてくれて。この1位から100位までの方が全員ソラハを推しメンシナのソラハになることを祈ってる。続きましては32分45秒からします。45秒。ソラハの可愛い声が聞こえて嬉しかった。そんな言ってくれるのはみんなだけ。ソラハ推しの方だけだよ。ソラハ推しじゃない方からしたらもう、ってなる。うるさいわよってなっちゃうから。もっと歌もね、上達できるように頑張るよ。お疲れ様ね。ねえ、45秒に押したのに今入った、53秒に入った。ソラホーシいるかな。おだやんさん、バラありがとう。おらんやないの。ラビットさん、シロくん、ミヤトシさん、なんか電波急に悪くなった。45秒に押したのに53分に入った。なんだと。あ、ジロくんだった。シロくんじゃなかった。なんでやねん。おだやんさん、ハートバラありがとう。16日マールプ出ますよ、出ますよ。花、福フェスからの、あ、福フェス番外編からの、花だれ公演からのアットジャムからのママループ。その週はフェスパフォーマンスウィークです。今週末か、今週末はパフォーマンスウィークです。楽しみ、がっつりセットリストなので楽しみです。福部さん、楽しかった、よかった、ありがとうね。こちらこそ、最善の土線だったじゃん。誰のことを一番見てたのかな。もちろんシナノソラハだよね。ありがとう。続きましては35分45秒にしよう。35分45秒、ゴーゴーって感じでいきましょう。なんか急に電波めちゃ悪いになったんやけど、私の携帯。 TT さん、ハートありがとう。なんかめっちゃ悪い、めっちゃ悪い。ちょっと待って、なんでなんでなんで、めっちゃ電波が悪い。ちょっと待って、一生くるくるなんやけど。なんでみんなが私の家の Wi-Fi を取ろうとしてる。なんでや。あ、ちょっとや、いけたけど、なんか電波悪そうな雰囲気出てる。みんなやめてよ、私の家の電波取るの。大事なんだから、私の家の電波取っちゃやーよ、お願い。嘘やん、もうねえねえ、ほら54秒に私入りましたよ。ほら、ねえねえねえ、どうしよう。にゃー、講師さん、エサシカさん、ゆきさん、お願いします。ちょっと電波がよろしくないわ。電波電波、TT さん、ハートありがとう。確かに再起動、
臭いけど、これ去年買ったやつだけど、そう、そんな関係ないから。電波頑張ってほしい。こら、あんたは電波を頑張るんだよ。石田家の電波ならメルカリで300円で売れてない。逆に怖い。それでもし売られてたら、しかも信濃家結構ある。信濃空はっかけだったらあれだけど、信濃家だったらいっぱいある。兵庫県にもあるし、広島県にもあるし。あ、ルーター、私も時々、あ、じゃあ世界的に。スマホ熱くなってないです。めっちゃ元気もりもりです。でもね、多分私んちだこれ。タブレットもね、ネットのところくるくるしてる。くるくる。野良で入ってしまいましたが、大丈夫だな。ありがとう。パーコー推しの方ですよね。よくお名前呼ばれてるの知ってる。ありがとう。パーコー、よろしくです。バースト、ほらやばいよ、ちょっとなんか電波やばいよ、電波やばいよ。大丈夫そう？電波、電波生き返った？ちょっと電波ちゃん、復帰しました？シナのソラハ、ちょっとほら。続きましては39分45秒からします。ちょっと待って、一回ちょっとやめました。一回ホームに戻ってもう一回入り直しました。なんかあれだった、画面を触っても全く何も反応しなくて大変だったから、ちょっと一回やりました、やり直しました。安定したかな。嬉しい。としきさん、ひろさん、ゆうやさん、お願いします。初見です、ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の信濃空葉です。21歳の兵庫県出身です。嬉しい。なんでルーム来てくださったんだろう。初見さん、初訪問、初訪問、嬉しい。初訪問、初訪問、ダブル初訪問、ダブル、トリプル、トリプル初訪問。そう、初訪問の方はね、コメントこの赤文字で出るからね、フォローも嬉しい。ありがたやです、ありがたや。こんばんは。小豆島に親戚、あ、いました、いましたっていうか、いますよ。ひいおばあちゃんが住んでました。今はね、あの住んでないんだけど、住んでました、小豆島。めっちゃ行ってましたよ、あの船で行ってました。だからあの船の中でオセロ、折りたたみオセロしてました。フェス楽しかった。こちらこそありがとうございました。もうそうやって言っていただくことが一番嬉しいお言葉なので、感謝です。ありがとう。まあ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 、次も電波いいかな。続きましては嘘です、42分45秒、42分45秒からします。
大戦ありがとう。こちらこそ。また対戦しようね、絶対に。対戦しか勝たん。初訪問嬉しい。服着てないように見えるかもなんですけど、前鏡になったらめっちゃ服着てます。タンクトップみたいなの着てます。今日ちなみに今日奈々さんも黒タンクトップでした。なんかジャージの中黒タンクトップでほぼ一緒でした。エームさんありがとう。マリソナさん、タクヤさん、今日はエランジさん、やったー、ぜひそれ欲しい、嬉しい、やったね、お願いします。そうタンクトップ、そうこのメーカーっていうかこのあれじゃないんだけど、黒色でこういう形のインナータンクトップで嬉しかった。お揃いだーって思った嬉しい。こんばんは。なんか昨日はすぐ寝れたんですよ。あのベッドに入ってから、ね、ベッドに入るまでが長くて、お菓子パーティー始まったし、なかなかこうすぐには寝れなかったんですけど、ベッドに入ろうっていう、ベッドに入ってからは早い、ベッドに入るまで1時間以上もあやーだらだら、まだやだよとかって言ってたんですけど、お風呂に入るまでが長すぎてね。でもお風呂上がってからパパパパパって済まして、あ今日はほんまにやばい、お風呂入る前にちょっとサラダを食べたいので、サラダ食べて、インスタグラムとか、X のみんなこのコメントとか返信とか見てから、ちょっといろいろして、まあいろいろして寝れるかわかんないんですけど、はい、頑張ろう。いや頑張りましょう、早く寝ましょう。明日はお出かけしたいからね。お出かけでもできなくな、できない時間帯に起きちゃったらもうお出かけなしでいいんですけど、せっかくならお出かけしたいので早く寝たい。続きましては45分45秒。キングさんバラ、エステイサギちゃんハートありがとう、イデさんハートありがとう。あとですね、明日はですね、夜、明日四国公演があるので、それが終わってから21時頃から21時前後、21時目安から明日でちょうど配信が終了してしまう、シナノソラハ生誕祭、花は誰のもの公演、シナノソラハ生誕祭かっこ2023年の去年の方ですねの、DMM さん見ながら、みんなと一緒にお話ししていけたらな、振り返ったり、まあ、今年のもう 2週間後に迫ってる花誰公演の復習、予習したりとかして、そう明日の23時59分までなので、 DMM さんのそう1ヶ月ぐらいね公開していただいてたんですけど、そう明日がね最終日なので、最終日のギリギリまで、ギリギリになっちゃうんですけど、みんなと一緒に実況できたらなと思います。マシマシさん、天然うなぎさん、釣り吉さんお願いします。キングさんバラありがとう。なのでショールーム見る用の端末と DMM さんで配信、DMM さん見る用の端末2つ準備していただけると嬉しいです。で副音声的な感じで、まあ、公演も楽しみつつ、空花がうわーとか言ってしまうからあれなんだけど、そうコメント欄とかでもね、ショールームのコメント欄でも一緒にみんなと振り返ったりとかできたらなって思うので、どんなこと話されてたかとかそう分かんないからなんだけど、でも数えたら12人今年は違うので、なんだっけな、さこちゃん、さこちゃん、さこちゃん、ノアピー、アイコネ、だっけな、
が去年も出演してくれてたんですけど、10人以上が去年と違うメンバーなので、そうどういう MC 内容になるか今年わかんないから楽しみなんだけど、ワクワクです。もう面々がす、すごかったです。ドラさんね、全員揃ってたのが嬉しかった。今年はね、舞ちゃんが難しいからあれなんだけど。キングさんバラありがとう。続きましては48分45秒お願いします。みんなもそれこそスラハの声ありで聞き見たくないって方はもう今日の夜とかにね、一人で黙々と見て、プラス明日の夜配信でも来ていただきたいんだけど、しました、嬉しい、来てましたよ。初訪問でフォローありがとう。明日みんなと一緒に見ちゃおう。生誕ほら電波が良くなってきました。アスパラさん、キミさん、アンナちゃん、お願いします。お願いいたす。絶対アイドルやめないね、ちょっとやめません。私はまだまだ、ずっとはあれだけど、約束はできないけど、さすがに。だってそんなんなったらさ、ソラハがさ、おばあちゃんになるまで、じゃあもうずっとやりますって言ったらさ、もうおばあちゃんになるまでやるってなったらシンプルに踊れないし、亡くなるまでやりましたらだったらみんなに お葬式していただかんといけんし、そんなことできないからあれなんだけど、自分の夢が叶うまで、やりきったって思えるまでやっちゃおう。もしかしたらもうおばあちゃんになるまでやってるかもしれない、だからわかんないけど。ルルルンさん、ハートありがとう。ルルルン、みんなが一番、みんながそれこそいろんなアイドルさん応援したことがあるって方も、一番応援しててよかったって思ってもらえるようなアイドルで、いよ。続きましては23時51分45秒からします。45秒51分45秒。かわいい、かっこいいでしょ。髪の毛かっこいい、メイクさん様々、メイクさん様々でかっこいいのにしてくださった。エアコン寒くなったから、エアコンあげたら暑くなった。寒い。あ、そうだ、そういえば今楽天市場の何でしたっけ、セールしてるんですよね。楽天スーパーセール、楽天スーパーセールでね、いっぱい買っちゃったんですよ、めっちゃ。でそれがシャンプーと、私が普段使ってるシャンプーとトリートメントと、あとヘアアイロン、巻き髪のいつもは細いなんだろう、ヘアアイロンを使ってたんだけど、韓国っぽい太い巻きにしたくて、太めの
コテを買ったんですよ。それが今日来てて受け取れなかったから、それもなんか何だっけ、 再配達のあのなんか連絡せんといけんのよね。再配達の連絡ねえ絶対に嘘。私40、えねえ絶対に嘘。ねえ見て、見えますか、一生1/4。ごめん、もうえ一生4、え一生1/4、え待って、ちょっと待ってよ、みんなごめん、絶対 入りましたよね普通に。私も45分、51分45秒に押したんですけど入れない。みんな、みんなとそれは対戦したいの、対戦させて。今押してくださった方でさ、七並べやってて終わったって方は教えてください、後から。なんでやねん、入りたかったよ。待ってよ、バーストしました、あ終わった、今対戦終わりました。あ一緒だったんじゃない。みんな一緒だったんでしょ、絶対絶対そうじゃん、絶対にそうでも相談。終わった。ではじゃあ55分45秒からしよう、あと1回かな、いや早く終わったら58分にあと2回かな、55分45秒55分45秒からしましょう。あ早打ち期間だからみんな大体、確かに早く打ってね、10コインもらった方がいいもんね、わかる。ソラハも10コイン欲しくてめっちゃパン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 、まあ、どんな時も早いけど。どんな時でも信じられんぐらい自分の番じゃないのに押してるけど、確かに早打ち期間ってね、ファンの方コインやっぱなんか、アイコンガチャとかそれこそねカードガチャとか10コインって思うけどね、めっちゃ貯めていったらね、塵は積もれば山となる、ん？塵は積もれば山となるっていうしね、いっぱいデンデンした方がいい。炎のエスカルゴーさん、ナーラブさん、真空剣さん、お願いします、フォローありがとう。それではそろそろ壇上を読みたいと思います。13位としきさん、12位ひろさん、11位キングさん、10位エステウサギちゃん、9位アスパラさん、8位アンナちゃん、7位ララバイさん、6位スーさん、5位キズナさん、4位テネウナギさん、3位タコスケさん、2位イケアスさん、そして1位はカイトさん、ありがとうございます、ありがとうございました。ドブローさんハートありがとう。今日はフクフェスボリューム3もそして配信ありがとうございました。ぜひこのあとみんなも明日休みの方はねちょっと夜更かししちゃったりとかもするかもしれないんですけど、いっぱい体を休めて、お休みで休める時にしっかり心身ともに休めて、私みたいにこう外に出たりとかするので休まるっていうか気分転換になるっていう方もいると思うんだけど、いっぱい食べていっぱい寝て
いっぱいはしゃいで、いい時間を過ごしてください。そして今日はインスタグラムにラーメンクスクスラーメン投稿して、ストーリーも福フェスの2つとナナさんとのツーショット合計3つ投稿して、福フェスありがとうございましたの前にアリちゃんさんとのツーショットをアカリンさんが載せてくださっているのを引用したので、そのとあと福フェスありがとうございましたっていうやつを待ってます。いいねとかコメントとか、ポスケさんバラありがとう、今日もすごく綺麗でした、ありがとう、近くて嬉しかったよ、すぐ見つけた、配信ありがとう、本当にありがとうございました、七並べもありがとうございました。ラスト58分45秒からしよう、58分45秒から本日のラスト七並べしたいと思います。改めましてね、昨日は花だれ公園 in 香川、そして今日は福フェスボリューム3 in 香川、2日間ありがとうございました。本当にステージに立って歌って踊れることの幸せさをすごく感じた2日間でしたし、皆様の盛り上がりがあってこそのステージだなって思ったのでの感謝です、ありがとう。また次は今週、来週末金曜日の福フェス番外編よろしくお願いします。最後はねえ、最後誰もいなかった空ハオシの方、晴れの国のしんちゃんさん、かいさん、魔術師さん、お願いします。皆様お疲れ様でした。ハッシュタグ空通信とかシナの空ハでメールの感想だったり、福フェス花だれ公演の感想だったり、空ハへの好きをたくさん叫んでください。好きじゃない方はちょっと今日一日したこととか食べたものとか、意外とみんなのことね、私プライベートっていうかそういうこと気になるからよろしくお願いします。ありがとう皆さん、いい夢見てください。そらはも頑張って寝る、早くお風呂に入る。では皆さんありがとうございました、バイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。